はい、毎です。今回の動画も新型コロナウイルスの海外最新情報をドイツ現地から皆様にご紹介いたします今回の動画内での情報はドイツ時間12月14日午後12時までにドイツで報道されたニュースです 今回も重要な点だけピックアップして皆様にご紹介いたします。まず最初にですが、12月16日水曜日、今週ですが、ドイツにおいて厳格なロックダウンが開始されます。そちらの詳細を在ドイツ日本国大使館から 届きましたメールを引用して皆様にご紹介いたします。この強化措置に関してですが、12月16日水曜日から2021年1月10日日曜日まで有効です。まず基本的に接触制限の厳格化として友人、知人、親族との私的な集まりは、自らの世帯及びもう一世帯に属する者による合計で最大5人までに制限と。 ただし14歳以下の子供はこの制限人数には含まれないということです16日からクリスマスまでですクリスマス期間に関してですが少し緩和されます12月24日から26日までのクリスマス期間は自らの世帯に加え親族4人までの私的な集まりは可能この場合2世帯を超えるまたは5人を超える集まりも可能そして14歳以下の子供はこの制限人数には含まれないということで少し緩和されるんですがほとんどもう大人数で会うことはできないです また大晦日、元旦に関しても、花火ですが、人で賑わう公共の場所での花火は禁止。そして、ま、集まることも禁止です。で、販売においても禁止です。で、小売店は閉鎖されます。で、スーパーとかは開いています。また、サービス業の営業に関しては、ボディケア分野におけるサービス業、リハーツ店、コスメティックサロン、マッサージ、タトゥースタジオ等は閉鎖。 で、学校原則として並行、または出席義務を免除。保育園も同様に閉鎖と。ちなみに語学学校に関してですが、現時点ではまだ情報が届いておりません。基本的に学校、保育園、幼稚園とかは閉鎖されるんですが、大学も。ただまあ、語学学校っていうのは若干曖昧なところにあるので、まあ明日、火曜日なので、明日多分情報が入ってくると思います。自分個人的に予想ですが、多分語学学校も閉鎖をするんじゃないかと思っております。まあ水曜日から接触制限最大5人なので、 で、クラスの中には5人以上いるので、それはダメでしょうということですね。で、プラス、基本的に仕事も全てストップです。オンラインになります。で、雇用に支えるの要請ですが、会社を休みとするか、在宅勤務によって会社を閉止するか検討と。そして飲食店ですが、デリバリーサービス、持ち帰りサービスのみ可能。その場での飲食は禁止。公共空間におけるアルコールの消費も禁止。そして、教会等の礼拝等ですが、教会、シナゴーグ、モスクでの礼拝や集会は、最低1.5メートルの対人距離の確保。 着席時も含む、マスク着用義務及び合唱の禁止が遵守される場合のみ許可と。そして介護施設及び訪問介護サービスにおいては従業員に対する定期的なコロナ検査など、特別な保護措置が講じなければならない。そして旅行に関してですが、ドイツ国内及び国外への必要不可欠でない旅行の自粛と。経済支援においては制限措置によって打撃を受けた企業、自営業者及びフリーランス等に対して引き続き財政的支援を実施と。こういうこともあります。 なのでまあ基本的には水曜日からはもうほとんど何もできないという思っても過言ではないと思いますしとりあえずこの強化措置に関しては1月10日までとなっておりますが実質ただし1月10日から延長する可能性も高いですまあそちらに関しても後ほどご紹介いたしますではニュースの本題に入っていきましょうまずドイツ政府ですが14日ドイツ連邦軍兵士に新型コロナワクチンの強制接種を検討中とありますこれは一般市民じゃなくて兵士に関してです で、またブラジルワクチン接種計画を提示と、2021年前半に人口の4分の1をワクチン接種したいと考えております。そしてドイツの州警告アプリ、ニーナが改善されたということで,で、こちらに関しては自分も今まで知らなかったんですが、ニーナという警告アプリについては、ドイツのアプリストアで見ると、ニーナという警告アプリがありました。はいまあ、ドイツに住んでいて興味がある方はそちらを参考にしてください。そしてロシア、キーナのニュースですが13日、動物用のコロナワクチンを開発中と。 まあこれに関してはヨーロッパでいくつかのミンク農場でコロナが発生した県に関してロシアにおいては動物の独自のワクチンを開発しているということです。このワクチンに関しては1月末に入手可能になるはずだと述べました。で、欧州連合、米国、シンガポールはすでに監視を示していると。で、この有効成分に関しては現在重要なテストフェーズ3を通過していると。そしてミンク、猫等でもうすでに実験されているということで。まあ動物用のコロナワクチンもできるんだなと。興味深い内容でしたね。 で、スペインにおいては来年の夏の終わりに大部分が、まあコロナワクチン接種をされているんじゃないかと、まあ可能性を示唆していて、まあ3分の2以上がワクチン接種を受けるべきだと、まあスペインでも言われております。そして米国ですが、最初のコロナワクチンパッチが届いたということで、日曜日に米国に。で、早ければ月曜日に最初の米国市民がコロナワクチンを接種をするということも、 報道されております。でイタリアですが EU 全体でコロナワクチン接種は同時に開始する予定と、まあ、そういうことも言われているんですがこれについては少し疑問ですね、まあ、イタリアでの最初のワクチン接種フェーズにおいては1月中旬に開始されるということなんですがドイツにおいては1月初めですから中旬ではないはずですが彼が言うには、まあ、同時期に EU ではコロナワクチン接種が開始されると 示唆しております。で、ドイツ医療従事者のワクチン接種意欲が低いことを批判と。まあ医療スタッフのワクチン接種意欲がそれほど高くなく非常に消極であることに驚いていますと。ドイツ SPD の政治家、健康専門家が言っております。で、カナダにおいてもドイツと米国の共同開発のコロナワクチンの最初の分が到着したということです。一方でドイツのキュアバックですね。コロナワクチンの承認を習得するために一歩を踏み出すとあります。これはまあ別のワクチンになります。 そして11日英語研究2つの薬による新型コロナ治療はコロナ感染を助けますとありましてこちらで紹介されているのはレムデシビルですね以前のプラスバリシチニブというものを2つ投与すると8日間症状が短縮したとまあこういうものがニューイングランドジャーナルオブメディシンに掲載されたと金曜日にありますまあこれも興味深い内容ですねただまあレムデシビル単体においてはあまり効果がないといろんな各国 また WHO も言っておる通りですねで米国モデルナ米国に1億回分のワクチンを届けると、まあ、それもあったりでメキシコにおいてはドイツ米国共同開発コロナワクチンを緊急承認また米国も同じく緊急承認しました、まあ、ということでまあ月曜日から接種開始できるということですねでドイツ研究12日ですがマスクはコロナ感染リスクを45%削減すると100回の新規感染ではなく55回に減ると さらに明確に言えば、マスクなしで1日に2万回の新規感染が発生する代わりに、約3万8000回の感染が発生しますと。というわけで、まあ、マスクは役に立つということも言われております。まあ、今更ということもありますけど、まあ、マスクはとにかく有効だということですね。そして、感染者、入院患者、死亡者に関してですが、13日、韓国、2日連続で新規感染者数が増加とあります。今現在、1030人の感染者、新規感染が登録されたと発表しました。 まあ、感染経路を追跡するために警察や軍隊を動員しているということもあります。で、まあ、これは悲しいニュースですが、イタリア、これまでの死亡者がイギリスを上回るということで、まあ、合計の数がイギリスを上回ったということですね。で、14日、本日、ドイツ病院協会ですが、ハードロックダウンにも関わらず、集中治療室で治療される患者数は増加し続けると予想とあります。 で、また14日、ドイツ新規感染者報告ですが16,362人と、基本的に日曜日と月曜日は他の曜日と比べて毎週低い数字が出るので、まあこれはそこまで気にする必要はないんですが、またオーストリアの研究では新型コロナの症例の半数以上が検出されていなかったと、まあそういうこともあったり、まあ血液サンプルからこれが発見されたということですね。次、英国での新規死亡者は少し増加とありまして、 また、現在のドイツの健康リスクが非常に高いとリスク評価を引き上げ。11日です。ドイツロベルトコ保研究所が言っております。そしてまた、12日ドイツでは、とある地域の老人ホームの全居住者、そして一部従業員が感染と。で、最も致命的なコロナの日とありまして、12日。米国においては12日、死亡者数、過去最多3124人があります。で、12日韓国、高レベルの新規感染報告950人と。過去数日間のほぼ2倍と。 12日時点でももうすでに韓国ではやばい状況が報告されておりました。で、制限ロックダウン規制緩和開催中止についてですが、先週日曜日です。ドイツ12月16日から厳しいロックダウンを決定と。まあ、先ほども冒頭で言った通りです。そしてドイツのチューリンゲンにおいては夜間の外出制限が水曜日から始まります。デリトアニアロックダウンが発表されました。 で、また、オランダより厳格なコロナ対策を検討中と、13日時点で言われております。で、こちら、ドイツ政党 f d p ペ1月10日以降もロックダウンが延長されるだろうと、13日言っております。まあ、公演において、1月10日にロックダウンを終了する可能性はほとんどないと。感染率は非常に高いと。ということで、まあ、延長される可能性もあるということですね、1月10日以降も。そしてまた、ドイツ人の十人に6人は以前のコロナ対策が緩すぎたと感じていると、14日時点でも調査結果が出ており、 で、ドイツ首相府首相ですが、ロックダウン終了後に学校とデイキアセンターが最初に再開することを約束と、ヘルゲ・ブラウン氏ですね、言っております。それでもその、まあ、これも以前も言った通り、学校デイキアセンターが閉まることによって、共働きの小文字の親が仕事ができなくなるということで、まあ、いろんな、まあ、連鎖が、負の連鎖が生まれてくるので、経済的にも、いろんな面においても。なので、まあ、デイキアセンター、学校は、まあ、いろんな意味で開けておかないといけないという状況もあります。 で、ギリシャ、アテネですが、規制緩和をするが入国後に検疫が必要と。また、スウェーデン、コロナ SMS を全人口に導入と。そういう、まあ、興味深いものもあり。スイスにおいては夜間の営業制限が11日に報道されており。スペインではカタロニアのスキーリゾートは月曜日から営業開始へ。で、また、米国、ニューヨークシティですが、ニューヨークの規制を再び強化。そして、ドイツ、カトリック中央委員会は、賛美化の禁止を理解と。で、オーストリア12日、再びクリスマスシーズンの規制緩和を撤回。 そして12日、中国においてはロシアとの国境で封鎖を課すと。で、またドイツ部隊、協会、新会長は1月または2月に再開を要求と。で、イタリア12日時点でレッドゾーンはもうないと。はい。レストランやバーは日曜日から再開することが許可とあります。で、チェコ、コーヒーのテイクアウトは現在禁止。そしてドイツのフランクルトに関してですが、ちょっと、まあ、よくわからない。やっぱり一部はよくわからない人がいますよね。まあ、そのいい例なんですが、12日、ドイツフランクルト市長。 市街地でショッピングを呼びかける。それに対してウイルス学者は憤慨とありまして。フランクフルトの市長が買い物に呼びかけをしたんですね。で、批判が食らったと。えー、12月12日に関してですが、まあ私たちみんなは子供ですと。まあそういうタイトルがありまして。この日はすべての大人が子供料金でバスや電車を割引価格で旅行できることを称賛していますと。このオファーにより、まあ子供のようなチケットでクリスマスの買い物をしてくださいみたいな市街地で。それに関して、まあウイルス学者は憤慨したということです。 エイプリルフールですかと。今日は4月1日ですか。エイプリルフールですかと。そういう例えも出てきておりました。で、新型コロナの工場閉鎖についてですが、コロナパンデミックにより6%ゴミの量が増加と。それもあったり、コロナ危機により大きな心理的ストレスを引き起こすと。それもあったり、特に女性においてさらに強い心理的影響を及ぼしていますと。そういうのもありますね。あとは、まあ、燃え尽き症候群にも気をつけておいた方がいいとあります。で、動物関連ですが、11日。 米国ケンタッキー州で動物園の雪氷が新型コロナに感染と。ひょうも哺乳類ですから感染するでしょうねでえ。財政支援、経済その他に関してですが、ドイツの花火メーカーは業界全体が破産危機へと。というのもまあ花火の販売が禁止されていて、年末大晦日でほぼ100%。まあ、そこが稼ぎどころなので、まあ、そこがなくなるということでまあ破産の危機だと。 そういう感じになったということですね。で、ドイツ児童保護協会はハードロックダウンでの低所得世帯への財政支援を要求しております。なのでドイツのいいところとしては、いろんな協会、いろんな側、経済大臣だったら経済のことを心配したり、児童関連だったら児童のことを心配したり、いろんな協会や組織や立場の人たちが政治家に対して、またはメディアに対して、これら、何かしらを要求する。今の現状を報告する。これがある程度うまく機能しているのがドイツだと思います。 もちろん、一番最初の第一波の時に、老人に対しての保護に関しては欠けていたっていうのも問題されていましたが、まあ、メルケル首相はとにかくその部分的なロックダウンもあまり機能していなかったと、はい、認めていたり、そういう誠実さがいいなと思っております。で、ドイツコロナ危機は、ドイツ国民40%に収入損失につながっていると。そして、学校デイケアセンターの閉鎖により仕事へ行きなくなる親への財政支援と。そういうこともありまして、まあ、67%の賃金を支払い続けることを彼らに規定しましたと。 なので、ま、子もたちが学校やデイケーセンター、そして保育園、幼稚園に行けなくなるので、ただ、共働きやシングルマザー、シングルファーザーだと厳しいので、仕事を休まないといけなくなるので、67%の給料は、それに関しては保障しますということです。ということで、今回の動画はこれで以上になります。また新たな情報が手に入りしたい皆様にご紹介いたします。それではまた。